これが1球目。最初は変化球できました。入りました。次が3球目。インコースボール。さあ4球目は何か。打った、高く上がった。さあどうだ、伸びる。ボールはそのままフェンスに直撃。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました。ベイスターズ、 DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。バッターは海老名。先ほどは見事なツーベースでしたよね、はい、ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。これは入るでしょうね。高く上がった、レフトが入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。1点差に詰め寄る一発となりました。高めに浮いたストレート、しっかり引っ張ったあたりはスタンドまで届いています。ベイスターズが追い上げます。2対1になりました。見事な一発が飛び出しました。これで1点差まで詰め寄りました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。ここで得点が入りました。打順は1番に帰ります。バッター海老名、今日はホームランを放っています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね、ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね、そうですね。2アウトランナーありません。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球を突き刺さった。勝ち越しのホームランです。ベイスターズ、この終盤勝利に近づく大きな一発となりました。高めに浮いたストレート、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。ベイスターズ勝ち越し、3対2。鮮やかなホームランを見せてくれました。この回1点リードに変わります。ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。ここで勝ち越しに成功。このまま流れを保っていけるんでしょうか。